皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。とうとう終身制について検討案の公表が始まったね。これはいよいよ始まったかもしれない。今までも何度か終身制を取り上げてきたところはありますけど、その時に上がってた問題は解消されそうなんですか？少しおさらいも兼ねて約1週間前の終身制が再熱した報道から遡ろう。今となってはこれは観測気球というか世間への牽制もあったと思うんだけど、この報道があった後も水戸や鹿島の社長から、過去から何度も議論してきて未だに何も決まっていない、課題や論点が多く建設的にもっと検討議論すべきだと思っている、とこの報道に苦言を呈すとともに終身制のデメリットを改めて印象付けた。やっぱり問題になるのは豪雪地帯や集客の部分ですよね。そうだね、気候の部分はいかんともしがたくプレイができる環境を作る環境だったり、集客の部分でどれくらいカバーしてくれるか、そこの部分が不透明だという反面、メリットは ACL の終身制への移行にスムーズに対応できること、そして海外とスケジュールを同じにすることで移籍などがこれまで以上にスムーズにいくというところ、あとは年度をまたぐので高校や大学から J リーグに進む選手にとってはどのタイミングで加入するのかもありますね。だね、その辺を踏まえて今回のリリースを見てみよう。代表や ACL などの外的要因は一旦省いて見てみると、J リーグ開幕が7月の最終週から8月の第1週頃、閉幕は5月の最終週から6月の第1週頃、また12月の3から4週まで開催後はウィンターブレイクに入り、2月の第1から2週頃から再開する案で検討中、また移行する場合の最速のタイミングを26、27シーズンとし、その手前のシーズンは半年または1年半のシーズンとして調整、現状ではこの時点で問題が明らかだよね。私から見て気になるのは終身制って夏にプレイする危険性みたいなところにも配慮があるみたいな、要するに猛暑の時期にサッカーをするのは選手に負担というところだよね。ですです。なんですけどこれを見ると開幕は7月最終週って、そう、真夏だね。そして終わるのは5月末もしくは6月頭って、オフシーズンも短いような、理由は明確でウィンターブレイクだね。今季カタールワールドカップの影響で欧州でも8月頭から5月末前後までびっしり、カタールワールドカップの期間によって中断したのはおよそ1ヶ月半ぐらい、 J リーグのウィンターブレイクは12月下旬から2月の上旬まで、こちらも1ヶ月半、ヨーロッパにも当然ウィンターブレイクはあるものの、一般的に2週間、つまりこのスケジュールで終身制をやるとカタールワールドカップと同じスケジュールが毎年ということになるね。そしてウィンターブレイクが長いということは当然最終節も遅くなる、6月に終わって7月最終週からまた新しいシーズンが始まるとなると、完全なオフは2ヶ月ぐらいですかね。 J リーグが開幕する前は今までだとリーグ優勝のチームとカップ戦優勝のチームが戦うカップ戦、いわゆるスーパーカップが開催されるのが通例、そうなるとそれらのクラブはさらに前倒しで準備が必要だね。これってもう終身制じゃなくて夏制と言っても差し支えないのでは。控えめに言っても夏春制だね。7月最終週の真夏に開幕して初夏にシーズンが終わる感じ。ちょっと問題点を整理したいのですが、春秋制のデメリットって何ですか？一般的に言われているのは、夏場のサッカーは体力の消耗、選手への負担が激しいという点、今後 ACL とズレが生じる、ヨーロッパとシーズンが異なるために移籍があると選手が途中で抜けてしまう、ざっくり言うとこれぐらいかな。春秋制のデメリットがあまり解消されていない気が。今言っている終身制への移行、これと他の施策が絶望的に噛み合っていないというのもある。例えば終身制の移行は ACL などの兼ね合いもあって致し方ないこととしよう、そういう政治的な力が強い気はしますけどね。その場合、ウィンターブレイクが長くなることで過密日程に拍車がかかることも十分に想定できること、その中で J リーグが取っている施策としてチーム数の増加という問題もある。昨年末に決定したことだけど、 J1 から J3 までのクラブ数を20で統一することを発表している。18クラブだった J1 は2024年から20クラブになる、つまり試合数は2024年から増えるということ。そしてこのまま終身制に移行した場合、クラブ数が増えた状態で過密日程待ったなしのシーズンに突入することになる。マリサが気づいていることを J リーグのお偉いさんが気づいていないなんてことはないですよね。ないだろうね。少し考えれば誰でもわかることだし、その上でこの話を進めようとしてるってこと。違うのはオフシーズンが夏か冬か、夏の2ヶ月弱を取るか、冬の3ヶ月弱を取るか、その違いでしかないみたいだね。地域差がかなり生じてしまうのはどう考えても終身制ですよね。
だったら特定のクラブに負担をかけない形の方が良いのかなと思うのですが、オフシーズンも短くなりますし、ここまで話が進んでいるとなると焦点はまさにそこだよね。特定のクラブに負担をかけない形をシステムとしてどこまで構築できるのか。オフシーズンになるとはいえ、2月なんて真冬ですし、さらにスケジュールもアウェー連戦でしょうしね。この終春制の移行の鍵を握るであろうの野村チェアマンはこの問題について、クラブの実行委員としてなら自分の意見は述べても問題なかったが、いろんな情報が錯綜するのも良くないので、僕はいろんな人、いろんなステークホルダーにまっさらに意見を聞いていきたいと中立的な立場を示しつつ、今回 J リーグ案が公になった経緯として、 J リーグとして公式に会議の内容やどんなことが話し合われているか、どんなプロセスで話し合っていくかを開示しようと思っていた。決して報道が出たからではない。いろんな噂の情報や推定も含め、いろんなことが出てくるかもしれないが、 J リーグの発信が現状を伝えていると思っていただいていいとコメント。まあ今はあくまで検討中という段階だし、過去に何度も浮上しては否決されてきた歴史もある。まずはウィンターブレイクがあるとはいえ、雪が降る地域のクラブの意見をきちんと聞いてほしいですね。野々村チェアマンは長く札幌でクラブ運営に関わってきた人物。これまで持ち上がってきては否決された歴史というのを肌感で知っているだろうから、慎重な議論をしてくれると信じたいけど、ここまで一つずつ見てきたように終春制に移行する上でのデメリットははっきりとしている。冬の寒さ雪対策はどうするのか、移行してなし崩し的にクラブに任せてしまうとクラブ単位で潰れるとこも出てきかねない。ここのしっかりとしたサポート、具体的に言うと対策への金額的な補填は必須になってくる。分配金もクラブによって差がつくような形になってきている現状、ここをスルーするのは非常に良くないね。この点は十分にケアするという姿勢を現時点では見せている。もしシーズンを移行するとなった場合、それによって生じるコストが大きいクラブがある。そこに対して J リーグや JFA が全部補填するという話ではないと思うが、何かできることはないかを一緒に考えていくと樋口本部長はコメント。個人的には少なくとも8割9割は補填すべきだと思うけどね。そこが曖昧、もしくは足りないからこそ今まで否決されてきてるわけですもんね。年度をまたぐことで新加入の選手はどうするのかという問題もあるし、スポンサーも年度をまたぐ可能性が。そうするとスポンサー側も予算を今期と来期と両方を確保した上でしか動きづらくなる可能性もある。欧州、ACL と日程を合わせたことで若い選手が育っては流出というのがこれまで以上に増える可能性もあるしね。そうやって聞いてるとクラブにはデメリットが大きすぎますね。メリットらしいメリットは正直そこまで見つけられないからね。クラブの財政で言えば、感染しやすい気候とも言える6月と7月上旬をオフにしてしまうのも一つのデメリット。もちろん梅雨を避けられるというメリットもあるんだけど、その分日程もタイトなものになってくるし、今まで春秋制だった ACL が終春制に移行するのが決まっている現状、 J リーグを春秋制のままにすると ACL に出るクラブが前半と後半とで別チームになってしまう問題もあるし、何より春秋制と終春制が混合してしまうことで日程も複雑かつタイトなものになる。そうやって考えると終春制への移行は避けられないものなのかもですね。いくら情報を集めても、絶対にこっちがいいという風にはならないと思っている。今のシーズンが 100% 完璧なものでは当然ないと思っているので、最終的には判断の問題。年内に一定の結論を出すべきだと思っている。と樋口本部長はコメントし、さらにクラブだけでなく、まだどういう風にお伺いすればいいかというイメージはできていないが、当然ファンサポーターあっての J リーグ。例えば7月は夏休みなのに試合をしないとか、12月と2月に試合が増えるが、寒いところにお客様は来られるかとか、どのクラブ、どの地域にどれくらいの影響があるかをきちんとシミュレーションしたいと思っている。ファンサポーターの皆さんにどのように楽しんでいただけるかは、もう少し情報を固めた上で何らかの形でお伺いできれば。とサポーターからの意見も聞いていきたいという姿勢自体は出してはいるものの、結局どちらかを選ぶことでメリットとデメリットがあるってことですもんね。変革の時期ということで混乱や多少の痛みを伴うのはしょうがないというのが本音であり、実情だと思う。J リーグができて30年、今までで最も大きな問題だと思う。どういう議論を行って、そして決断をするのか。そこの部分を不透明にせず、できるだけ納得しやすい形で結論を下してほしいね。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。